はい、皆さんこんにちは。 Life is Strange 続きをやっていきたいと思います。カタリーです。よろしくお願いします。ということで、クロエの家に着いたところからでしたよね。またのんびりね、このゲームはやっていきたいと思います。ちょっとね、絵とかね、音楽とか雰囲気を楽しみながらね、やっていきたいなと思ってます。この部屋もだいぶ変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて、音楽でもかけてよ。さて、音楽をかける前にいろいろと見てみますかね。ポストカード読む。オレゴン州、レイチェルからのポストカード。会いたい、一緒に来たかった。うん、引き出し、これ覚えてる。一日かけて青くなった、クロエのお気に入りの青。へえ、自分で塗ったんだ。調べて大丈夫なのか。一緒に描いたの楽しかったな。マックス、クロエ、彼女は殺し屋。漫画ですね。パワーガール、マックス&クロエ、スーパーキャット。なんだこれ。なるほど。仲良かったみたいですね。カバン。洗濯物袋みたい。こんなん調べて大丈夫なのか。うわ、汚れた服の匂い。古い段ボール。うわ、何の文句も言われないですね。あっ、砂ドームが壊れたじゃん。この行動が決める。クロエは2年前にブラックウェルを退学になってる。昔はすごく勉強してたのに、もったいないな。どうしようかな。まあ戻せるんですけど、まあこのままちょっと行ってみますか。たまにはね、こういうのもいいかなと。アルカディアベイから出るにはお金が必要だ。自動車修理。あ、車を直さないと出れないってことかな。ここに何入れてんだろう。なんかすごい調べまくってるけど、これでいいんだ、人ん家なのに。いい写真。クロエはパパっ子だったんだよね。私とパパ。若いっすね、クロエが。電源コード、電源ケーブルね。おお、ポスター。私は好きじゃない、狙いすぎ。テレビ、厚型テレビだね。リビングにあったやつだ。ってことはだいぶ昔からあるんですね、このテレビは。クロエのパソコンから音楽を流せないのは残念。でもこの古臭さが最高。ステッカーまみれでまさにやりたい放題。かなり古いノートパソコンなのかな。超悲しそう。何それ。超飛んでそう。なんだこれ、何やってんだろう。机なの、収納スペースなの。散らかってるって言ったんですね。ごちゃごちゃだ。中に CD 埋もれてないかな。そっか、音楽かけるのに何かが必要なんだね。ここにもある、行方不明者のポスター。クロエがあのポスターを作ってたんだ。あ、そうなんだ。なるほどね。まあレイチェルと仲がいいみたいですからね。
そっか、クロエの車ですよね。このポスターが前回いっぱいあったのはね。クロエのゴミあふれでん。ゴミ箱漁るなって。駐車違反の罰金払ってない。おとなしくできないタイプだもんね。なるほど。これなんだ、ベッドの下に箱なんていかにも怪しい。調べてみましょう。うわ、文句言われないのか。足であった。レイチェルの若い頃かな。あ、レイチェルじゃないや、クロエの。違った、クロエとレイチェルか。おい、見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたやっから。と怒ったよ、当たクりロエ。前だよ。レイチェルだよね、でいいよね。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。私が貼ったんだ。親友だった。パパが死んでマックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。全然知らなかったよ。知ろうともしなかっただろ。14歳までは親友だったのに。私の代わりに彼女は今も親友だよと言ってあげたらいいのか。なんか見え透いたこと言うなよって言われそうだな。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ、私とは全然違うタイプでスターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった、私たち2人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。どうして行かなかったのだよな。気持ちはわかるけどっていうのもあるけど。どうして行かなかったの？ご両親におばさんに反対されたとか。ママは再婚のことしか頭になかった。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの？半年前、突然姿を消した。私にも言わずに一人で。自分の意思でいなくなったんじゃない？人生をやり直したくなったとか。私に黙っていくはずない。絶対何かあったんだ。分かってる。ただ可能性を考えてるだけ。いなくなる前、運命の人と出会ったと運か命の人。それっきり。その後一度も連絡ないの？みんないなくなる。パパもマックスもレイチェルも。ねえ、音楽まだ？ごめん、マックス。マックスじゃない、クロエ。もうちょっと、もう子ちょっどともだのけ。頃に隠れたクローゼットの秘密基地。あちこち見てみたい。クロエのパパが作ったドレッサー。クロエ雰囲気変わったな。一瞬わからなかった。クロエはいつも私より背が高くて、おじさんに測ってもらってた。ああ、海外でもこういうのやるんですね。スーツケース。このスーツケースにはガラクタだけ。あとは、じゃあ音楽いい加減鳴らしますか。最近のクロエはどんな音楽聴いてるのかな？さっきの CD で大丈夫なのか？全体的にギターの音楽が多いですね。うわ、タバコ吸ってるわ。ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。なるほど。じゃあガレージ行ってみましょうか。で、
ガレージはどっちでしょう。ここは2階だったんですね。知らなかったわ。化粧品ね。おばさんのか。クロエは動物実験をするメーカーのは使わない。動物実験してるんだこのメーカー。引き出しいきなり開ける。これクロエの？大丈夫かな。これ何、これ抗うつ剤。おお。いろいろ悩みが多かったんでしょうね。なんか人ん家のものを開けまくってるけど。クロエの髪の色好きだな。内気さがみじんもない。私とは正反対。部屋から青だよ。だってクロエの両親の部屋だ。なんだ今の後は。覗きまくり。覗きまくりもいいとこだよ。おばさん幸せそう。クロエの新しいパパ悪い人じゃないんじゃ。パパはどうしたんでしょうね。本当のパパは死んじゃったのか離婚したのか。請求書が払えてないみたい。何の請求書だこれ。アルカディアローン。ちょっと待って、ちょっと待って。開ける前に通りをちょっと見てみたい。今窓にぶつかったもんね。かわいそうに。私助けてあげられるかも。いや、かわいそうに。私助けてあげられるかも。よし、じゃあちょっと時間を戻しましょうか。窓を開けておきましょう。そうすると鳥が中に入ってくるんじゃないかな。でちょっと他のを見てみましょうか。ドッグタグだ。デイビッド・マドセン。ドッグタグ、犬のってことですかね。21世紀のサバイバルガイド、行動可視化。うわ、週末に向けての準備か。引き出し開けまくりですね。ああ、おじさんの思い出の品だ。新しい旦那さん、悪い人じゃなさそう。クロエもねって。おばさんは通販カタログが好きなんだよね。さて鳥はいつ飛んでくるんでしょう。クロエが母の日におばさんに作ってあげたんだっけ。大事にしてるね。どうしよう、出てっちゃっていいかな。鳥が来ないね。まあこのままにしておきますか。でもう一回ドア開けると鳥が入ってきたりして。
来ないですね。鳴き声はどっかでしてんだけどな。鳥は見えない。まあいいや、行きますか。10年は読まれてなさそうな本、つまんないもんね。窓。何も変わってない、私たち以外は。結構古い街並みなんですかね。マウス左ボタン1回行く。さて、開けて郵便物まで見ちゃう。プライス家の経済状況は良くないみたい。請求書在中。思い出の中のクロエはいつも笑ってた。今はあんまりみたい。なんだ、ケイトから手紙は、日記が来た。マックスありがとう。あいつ最低だねって。さっきの件ですね。さっきっていうのは前回か前々回か、ケイトを助けた、それについてのお礼のメールかな。このテレビは厚型テレビですね、どこも。ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。このテレビの内容は特に関係ないかな。私もパリに行きたい。このたまり方じゃポートランド行きも怪しいよ。ジョイスおばさんはまだツーホエールダイナーで働いてるんだ。町内一のバーガー食べたくなってきた。ハンバーガー屋ですか。暖炉があるわ、すごいな。引き戸開けます。ガレージではなさそうだな。もう夏も終わりって感じだね。見る。クロエと一日がかりで描いたんだっけ。今はほとんど見えない。結構絵を描いてますね。この辺もなんかあんな見るって、なんだこれ。クロエの猫のお墓。あ、かわいそうなボンゴ、車にひかれるなんて。車にひかれちゃったんだ。バーベキュー、おじさんにいいな。バーガーを焼いてもらったっけ。最後に使ったのはおじさんかな。いや、探索だけで結構時間食いますね、これね。わあ、美味しそう。おばさんの料理、また食べたい。本を熟成させてるのかな。本は読まない家みたいな。ソファーがまだある。ここで海賊ごっこをしたっけな。もはやナンパ船だね。海賊ごっこ。開けないよ、ビビったの。ビビってないもん、今開けるって。だったらマックスが先に飲んで。嫌だよ、リードシップはクロエじゃん。あ、ここは薄型テレビですね。どう？美味しいよ、すごく。
私にも飲ませて。まずいんじゃないの。お子様はダメ。ずるいよ、私も飲む。やば、じゅうたんがワインだらけだよ。あ、ワイン。どうしよう。パパたちが来る、隠して。子供の頃ワインを飲んじゃったんですね。どうしよう、今回結構時間経ってるけど見せ場がないな。ん？見る。あ、これがワインの染み、もしかして。この染みを覚えてる。おばさんのワインをこぼしちゃって、クロエと必死にこすったんだけど全然落ちなくて。未だに。すごく怒られたな。ここはガレージじゃない。ここに必要な道具がある。あ、ここだ。ガレージあった。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。学校中に監視カメラを置くの？心配性すぎない？あいつか。すでに会っていたとは。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。信じられない。元軍隊ガンラック。うわ、こんなあんだ。あ、銃が一丁ない。クロエのおじさんが持ってないといいけど。おじさんやばいんじゃない？っていうか銃撃つのうまいじゃん。どうする。精密ドライバー発見。でも手が届かない。手が届かない。不安定そうだな。ってことはこれをオンにすると落ちてくるのかな。他を先に見ましょうか。こんなとこにテレビが。え、これが、これがスイッチ入れるべき。どうする。何これ、部屋にカメラをつけたの。嘘でしょ。うわ、家中に監視カメラなの。深刻な問題だよ。クロエとおばさんは知ってるのかな。マジか。マップ、閉める前にマップを見ましょう。マップ、何のマップ。ブラックウェルの地図。どうしてこんなものが。カメラ配置図。学校のってことか。パソコンにもなんか新しいお父さんのものかな。いろいろあるんじゃない。パスワードで入れなそう。パスワードもないし、道具を見つける助けにならない。パスワードを入力してください。なるほどね。お菓子かな。ファイル。あのファイル何が書いてあるんだろう。調べましょう。うわ、あ、手が滑っちゃった。あ、うわ、染みてる。これはちょっと戻した方が良さそうだな。どうしてケイトの写真がここに。待って、なんかすごく嫌な感じがしてきた。何かを知っている。うわ、調べてんじゃん。盗撮だよね。ここはちょっと戻しましょうね。で、ファイルは見ないことにしよう。すごい量。
100年は缶詰に困らないね。嘘でしょ、それは。車。すごい車。クロエの新しいパパが好きなんだろうな。なんですかね、この車は。開けて外出れんのか。あ、違った。ああ、さっきの階段、ここ出てすぐだったんだ。トロフィー？かわいそうに、殺された上に首を飾られるなんて。この間はいけない。ということで、冷蔵庫じゃなくて、この洗濯機オンにしてみましょうか。落ちるんじゃないかな。落ちた落ちた落ちた。オッケー。私はバカなの？全然届かない。不安定そうだな。工具、段ボール。せっかく見つけたのにあんなところに入っちゃって届かないし、この古ぼけた段ボールで押す。落ちる前にやっとくべきだったね。なるほどね。ということで戻すんだね。で、先にこれを押すと。こんな簡単なことにまで能力を使ってしまう。オンにすると、よし。で、オフに。この古ぼけた段ボールで。で、引いてみますと。さすが、やるね、マックス。押し手に入れました。道具も見つけたし、クロエが探す前に戻ろう。なんだっけ、こっちからすぐ戻れたよね。ドア閉めらんないのか。じゃあ2階へ。ということでね、セーブ入ったんで今回はこの辺で終わりにしましょうかね。まあカメラの修理するための工具が手に入ったと。で、ちょっとした能力をちょっとしたところに使って、いろいろ解いていくのかな。あの、青い鳥がちょっと気になりますけどね。まあ、おいおい、いろいろ分かってくるんでしょうね。ということで、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。